こんにちは、じゅんちゃんです。どうもこんにちは。本日もですね、ちょっと皆さんにお伝えしたいことがあったので、魔法使いの学校を開校してまいります。イエーイイエーイ。はい、ではですね、今日皆さんにお伝えしたいお話っていうのは、私自身が意識するようになってから、この今からねお話しするその言葉っていうものを意識するようになってから、なぜだかわからないんだけれども、ものすごく自分の人生がうまく回り始めたなっていう感覚があって、そのお話をね今日はシェアさせていただきたいと思います。で、特にこの意識を持ってもらいたい場面っていうのは、人間関係とか対人関係っていうところで悩んだ時にしっかりと思い出してもらいたい意識なんですね。なのでちょっとね、そのお話をしたいんですけど、私自身がじゃあ実際どのようなそのことを気をつけてるかっていうと、謙虚にずうずうしくっていうことを、その言葉をしっかりと自分の軸に置くっていうことを持つようになってから、ものすごく本当にね、人間関係もそうだし、人生全体がうまく回るようになりました。謙虚にずうずうしくです。この意識はね、ぜひ皆さんに持ってみてもらいたいなって思ったんで、このお話をしたいんですけど、なんでね、このお話をしようと思ったかというと、メルマガの返信にメッセージ出してくださった方がいて、その方からのご質問っていうものを拝読していて、あ、ちょっと今日はこのお話した方が良さそうだなって思ったんで、皆さんにね、シェアすることにしたんですけど、そのメッセージを出してくださった方の、ちょっとメールを先に読ませていただきますね。お名前がね、ゆうたさん。ありがとうございます。メッセージ出してくださって。ちょっとゆうたさんのメッセージを先にじゃあちょっと読ませていただきたいと思います。じゅんちゃん、いつも僕たちのことを応援してくれて、引っ張ってくれて、本当にありがとう。じゅんちゃんが発信してくれている魔法使いの学校に入学して早2ヶ月。じゅんちゃんの動画は内容も素敵ですが、じゅんちゃんの人柄に魅了されています。かっこ、多分僕と同じ思いの人も多いはず。昨日インスタにアップされていたズラの姿、久しぶりに腹を抱えて笑いました。どうもありがとう。そうそう。昨日のね、私のインスタを見た人だったら、私自身がこの校長の黒髪を、このカツラを被ってインスタが投稿されてたんで、このね、ゆうたさんが、久しぶりに腹を抱えて笑ったそうな、ウケる。ありがとうございます。で、少しずつではありますが、お給料が上がったり、気になっている方と2人で会えるようになったりなど、現実が変わり出していて、毎日を楽しめるようになりました。じゅんちゃんのおかげとしか思えません。本当にありがとう。でもどうしても変えられないことがあって質問です。それは自分が思ったことを人に言ってもいいのかという点です。例えば僕の場合、職場で嫌なことを人に言われても、その場の空気を悪くしてしまわないようにと本音をこらえてぐっと我慢してしまいます。でも帰ってくるとどっと疲れてしまって、職場に行きたくないとさえ思ってしまうんです。このような時どうしたらいいのか、改善策などあればアドバイスいただけると嬉しいです。いつもありがとう。これからも応援しています、っていう風にね、メッセージを出してくださいました。ありがとうございます。で、なんて言ったらいいか、このメッセージを拝読させていただいていて、人間関係とか対人関係っていうところで、自分が言われたら嫌な言葉をかけられたりだとか、されたら嫌な態度を取られたりだとかっていうのがあって、でもその場の空気を悪くしてしまわないように、こうやってゆうたさんみたいにぐっとこらえちゃうっていうことをやってる人結構多いんじゃないのかなと思って、今日ねこの動画を撮ることにしたんですけど、みんなのその周りのね、状況を悪くしないようにとか、あとはそのじゃあ目の前にいる人にわざわざ応戦しないために、自分自身がぐっとこらえるっていうことをやるのは、本当に常識的にというか、教育的にというか、本当にそういう面で見たらものすごく素晴らしい、200点満点のその対応ができている方だなっていう目では見れるんですけれども、
周りにいる人からもしも嫌だと感じるような言葉をかけられたりひどい態度を取られたっていう時にはちょっと勇気はいるんだけれども、初めは特に勇気はいるんだけれども、謙虚にずうずうしくしっかりとそれは嫌ですと言ってあげてほしいんですね。なんか例えばなんですけど、じゃあその人間関係っていうところ、例えば職場っていうところでもそうだし、家族関係でもそうだし、お友達とか何らかのコミュニティの中での仲間っていうところでの人間関係でも、自分自身がちょっと苦手だなっていう方がいたとして、そしてその方からさっとすぐに離れられるっていう環境がある方はそこまでやらなくてもいいのかなとは思うんですけど、状況としてよくたびたび一緒に仕事をしなければいけないとか、どうやっても日々その方と接さなきゃいけないっていうことがある方は特にちょっと今日の話は覚えておいてもらいたいんですけど、やはり自分自身がすごくかけられて嫌な言葉っていうのをずっと聞いているとか、すごくひどい態度をこう取られてるっていう状態があるっていう時には、これは本当にね、その場をね、なんだ空気を乱さないようにするっていう、その思いであったり、あとは自分自身のその謙虚さがある、その方がそう思ってるんだろうなっていうところを優先して、自分がただ謙虚にいればいいって思いでいるっていうのはあるかもしれないけど、でもそれをずっとやっちゃうととにかく自分が疲弊しちゃうんですよ。ものすごくね、なんていうかな、苦しくなっていきます。自分がもう何だったら生きることすら辛くなってくる。だってひどい言葉を聞いてるんだもん、ずっと。そしてされたら嫌な態度取られてるんだよ。それはね、なんていうのかな、その自分に気づいたらそういうことはしないでくださいっていうことは、もうとにかくちゃんと言ってあげて、その場で。勇気はいるよ、勇気はいるけど、でもちゃんとそれは伝えるっていうのがすごく大切になります。わざわざそのきつい言葉をかけてくださってる方々の波動に合わせてそこに応戦していくっていうことをするんじゃなくて、ただ単純にそういう言葉を聞くのはとても辛いからやめていただきたいんですっていう一つのご提案として、自分はこう思っていますっていうことをちゃんと、そこはずうずうしくていいからちゃんと言ってあげるっていうこと、これはねぜひやってあげてください。で、ただ大前提として覚えておいていただきたいのは、目の前に登場する人物たちが悪いわけではないんです。宇宙理論としてね、宇宙の法則っていうところの考え方っていうのは、自分自身が自分にかけていた言葉っていうものが、その内側で自分が自分にかけていた言葉っていうものが投影として外側の人たちからかけられちゃうっていうことが起きたりだとか、自分自身が自分に接していたその態度っていうものが投影として外側の人たちからその態度を取られちゃうっていうことが起きるっていう考え方になってくるから、無意識のうちにでも自分に接してたその態度っていうものがどういうものだったのかっていうのを教えてくれているサインでしかないっていう考え方になってくるから、その方たちはそれを教えてくれるだけの登場人物なんだっていう意識で見てあげてほしいんで、悪として悪人としては別になんかあんまり見ないであげてほしいんですよ、正直ね。でも単純にね、その瞬間はされて嫌な態度であると認識した場合にはちゃんとそれは言ってあげてください。そうしないと本当にそういう言葉書きをずっと聞いてたりだとか、そういう態度を取られ続けると、まるで自分に価値がないんじゃないかって思い始めたり、とにかく自分自身が生きづらさしか感じなくなっちゃうような、すごく辛いっていう状況がこう作られちゃうんですね。だからその瞬間はちゃんとそういうことはしないでください。もしも改善策があるんだったらそれを教えてほしいってちゃんと言ってあげて、でそれでもキーってなっちゃうこともあるんだけど、いや大変申し訳ないんだけど、でもそういう言われ方をするのは嫌なんですっていうことは、ちゃんと自分が自分と味方でいるためにそれはその時に言ってあげてほしいの。でそしてお家に帰ってきてからとか、その後一人になった時に、ああ自分が自分にそういう言葉がけをしてたのかなって、例えばじゃあお前はなんで仕事がそんなできないんだとか言われたり、なんかなんでそんなに仕事をするのが遅いんだって言われたら、自分が自分に私は仕事遅いもんなって言ってたかなっていうこととか、仕事私できないもんなって言ってたかなってことをちゃんと確認してあげて、もしもそうやって言っちゃってたとしたら、そんなことないよって、自分なりによくやってるじゃんっていうことをちゃんと言葉をね、そうやってかけてあげるということはね、ぜひやってあげてください。
で本当に不思議なんだけど、ものすごい不思議なんですけど、これをねちゃんと自分を癒すっていうことをやったり、その瞬間に私はそういうことされたら嫌だっていうこととかをちゃんと言うっていうことをやってると、本当不思議なんだけどね、登場人物たちの態度が変わり始めるの。本当不思議ですよ。状況によってもそのタイムラグが違うかなとは思うんですけど、自分がやっぱり内側で言ってた言葉っていうのを言ってくれるようになるの、その登場人物たちが。マジでそう、あ、なんか、え、この間までめっちゃ鬼みたいな方だったのにみたいな、すっごいめっちゃ怖いと思ってた人が、いや、いつもありがとうなとか言い始めたりとかするんですよ。俺もな、実はなみたいな感じで、実は自分の家庭の中でなんか奥さんとうまくいってなくってむしゃくしゃしちゃってて、それでちょっとお前に当たっちゃってたんだよとかって、突然なんか自分の悩みを吐露し始めたりとか。受ける、あ、そうだったんですかみたいな、いや、でも八つ当たりはね困りますよみたいなこと言いながら。なんかこうだんだんなんか和解するっていうのかな、やっぱり自分が自分に和解をするっていうことをすると、そこの人間関係もやっぱり和解するっていうことが起きたりとかするんですよね。だからぜひね、こうゆうたさんもその初めはすごく勇気がいるかなとは思うんですけれども、言われてやだなって感じるような言葉をこうかけられちゃうっていうことが職場で起きてるんだったら、それだったらちゃんと私はそのような言われ方をする、そういう言い方をされるのは嫌なんだっていう意思表示をちゃんとしてあげてください。ここは本当にズうずうしく言って大丈夫だから、謙虚になりすぎないことです。こういう時は謙虚になりすぎるってことをやっちゃうと、やっぱり自分自身がその言葉をずっと聞いててすっごい疲れちゃうから、なんか突然本当に辛くてしょうがなくなるみたいなことが起きちゃうから、そうならないために意思表示はしっかりとするっていうこと、でも距離を取れるっていう感じなんだったらここまでしなくてもいいかもしれない。その方と別に毎日接するようなことがないっていう状態なのであれば、ただ距離感を空けてればいいだけなんだけど、ちょっとこのメッセージ見てる感じだと同じ部署とかでなんか多分おそらく毎日接さなきゃいけないような状況なんだろうなっていうところだから、このお話はさせていただいてるんですけど、なのでぜひね、こう自分自身がその瞬間に嫌だと感じたら、ちゃんとそれは自分が自分の味方でいるためにそれは嫌ですってちゃんとちょっと勇気はいるんだけど、言ってあげるっていうことが一つと、そしてお家に帰ってきてからその後一人になった時に、自分が自分にそういう言葉がけをしてたんじゃないかってことを見直して、そしてそうしてたらごめんねって、そんなことないよって、自分なりによくやってるじゃんっていう、その自分自身をねぎらうような言葉をかけてあげながら、よくやってるよっていう言葉がけをしてあげてください。いつもありがとねって、一生懸命頑張ってくれてありがとねっていう言葉をちゃんとかけてあげて、そういうことをしっかりとやってると、登場人物たちの態度が変わり始めるんで、謙虚にずうずうしくです。ここは謙虚になりすぎないこと、でも私はこういう人間なんだ、こういうことをされたら嫌なんだっていうことはちゃんとその瞬間に伝えるっていうのは、自分を防衛するためにも自分の心を守ってあげるためにもとっても大切な行動になっていきます。これだけはね、ぜひ皆さん覚えておいてください。わかるんだけどね、こうね、荒波を立てないためにその職場とかその人間関係っていうところで自分がぐっと我慢してればうまく回るかなと思って、自分が我慢すればいいやって思いになるっていう方々たくさんいらっしゃると思うし、そしてそれっていうのは周りの人たちのことをね、思いやる思いがあるからこそやっちゃう態度かなとは思うんだけど、でもね、やっぱり自分だけは絶対に自分を守りきるというか、絶対に自分の味方で居続けてあげてほしいの。一番裏切っちゃいけないのは自分なんですよ。そう、自分を疲弊させてまでこんなにお家に帰ってきてずっと疲れが出ちゃうっていうくらいまで我慢させるんじゃなくって、私はこういうことをされたら嫌だっていうことはちゃんと伝えてあげてください。じゃあ本当にね、すごいね、陰気な言葉を聞き続けるってものすごく追い込まれていくような時ってあるんですよね。突然ふっとなんか自分が本当になんか自分の存在してる意味なんてないんじゃないかみたいな意識に突然入っちゃったりとかするっていうことがあるから、そういうことが起きないためにもちゃんと自分自身を守ってあげるために意思表示をする、そういう場面っていうのは勇気を持って行動する、発言するっていうのはぜひ頑張ってね、やってみてください。大丈夫だから。
うん、それやるだけで本当にね全然変わるよ、うん、ちゃんと自分自身のことを守ってあげるっていう意味で発言するっていうのと、お家に帰ってからちゃんと自分自身が自分にそういう辛辣な言葉をかけてないかを確認して、うん、癒してあげるっていうのをやるだけで全然周りの人たちのそれやっぱり自分の内側の投影だから、うん、全然登場人物たちのその発言とか態度が変わり始めるんで、うん、もうすごくね毎日はなんか人生っていいなみたいな感じになってきますよ、うん、人生ってこうやってうまく回るのかみたいな感じの、うん、すごくねあの幸せだなって感じるようなことってたくさん起きるんで、うん、それをね楽しみに、うん、そういう展開を楽しみに今をねあのちょっと改善してみてください、うん、じゃあまあそんな感じで本日ねお伝えしたいことは以上となりますので、また何かあのシェアしたいことがあれば動画アップさせていただきます。ではまた失礼します。